こんにちは、コミーです。今日はこちら、やれるかどうかわからないですけどやってみようと思います。デイジー、細いものでやってみようと思って、これ親の糸になります。何が書いてあるのかはわかりませんが、こっちはちょっとなんかで使ったんですね。で、今私が持っている針で一番細い12.6mm という針で、こんな感じになっておりますが、これで、編んでみようと思います。試してないのでやれなかったという結末もありです。どっち、ちょっとこれを縁取りと思いきや逆にしてみようかな。これを縁取りにしてみようかな。ちょっと編めればね、両方編みたいですけど、両方編むのは無理かもしれない、わからない。ね、小さいのも編んでみたいっていうふうに言っていたので、ちょっとメガネ外した方がいいかな。どうだろうな。ちょっと小さすぎてカメラチェックが全くできない。カメラ確認ができない。必死になりすぎちゃう。引き抜きができない。キュアって感じですね。詰め切ればよかったか、そういう問題。最初の立ち上がりの目拾えるのかな。ちょっと穴が大きくなっちゃうな。ちょっともうやり直さない。ちょっと待って、かすいてからでしょうか。4と、これちょっともう一個あんの、仕上がりじゃないところを引いて、そしたらちょっと広いやつ。自分の、ね、目に優しく、もしかしたら花びらの数が変わってしまう可能性がある。最初ね、この画面を見ながらだったら目が見えるんじゃないかと思ったりしたんですよ、カメラ通して。なんか、ね、内視鏡手術的な感じですよね。手元を見るんじゃなくて、このカメラからこの編み目を見るっていう風にした方が大きく映るから見えるんじゃないかしらとか思ったんだけど、見えてもそこに針を入れたりとか拾ったりとかっていうことが、
それは難しいですよね。きっと。だから今、ちょっと今、時々カメラ見てるけど、もちろん、目をそのまま、直接見て拾ってます。ちょっとここ目が緩んでた。こっちか。編むより引き抜きが難しいね。花びらの枚数違うかもしれないけど。うやってやったんだ。ここでいいのか。10人になってた。ちょっとなんかいびつになっちゃったけど、引っ張ればいい。ちょっとじゃあ飲み物いきます。今日の蓋付きマグカップ、はい、ルイボスティーです。針の先が細いから、糸割れしやすいっていうかな。糸を割ってしまう。見えてないから。このスペースに針を入れたつもりが、糸をつっついちゃってるみたいなこととかがあって、
カメラの角度変えて見たらひどく雨ない。目がもうねやられてきてますね。もうすぐ終わりますけど、これ1個が限界ということですね。網地に糸の、この鍵の先っちょが引っかかって、なんかこう細い繊維をね引っ張ってしまうというのが ありまして、そうならないようにすごく気を使って針を動かさないといけないっていう感覚があるんですね。そういう感覚があるのに引っ掛けてしまうという、だから見えてないってことなんですけど、要はね、そういうのがねものすごい。でちょっともうさすがにずっとカメラの下では見ないと思って、カメラ止めて途中編んでました。そうすると、まあ、まだ少し楽なんだけど、今ちょっとそのカメラの角度を変えてみたら、これはまた手が逆にこう見えなくなっちゃう、自分の目からね見えなくなっちゃう感じで、とても編みにくい。よかった。終わった。終わらないかと思っちゃった。もう途中でやめようかと思っちゃった。レース針12号の針で、親の糸。さて。6センチ。という感じでしょうか。2、4、6、8、12枚になってます。こういう大きさですね。ちょっと目がこういう大きさです。これもしかしたらまあ12号じゃなくてももうちょい太い針でもいけるのかな。まあね、太い分には全然いけると思うんですけど。これなら、ちょっと大きめ、ピアス、みたいなのでいけるのかな。はい。とりあえず、12号で、一度編んだので、またそのうち編みたくなるかわからないけど、もうとりあえずのところはお腹いっぱいという感じでもう、ちょっと満足しました。大変だった。はい。ということで、小さいデイジーを編みました。本日の手芸というコーナーは、毎日19時45分から動画を公開しています。毎日の手を動かす時間に一人喋りをプラスして動画にしています。毎日の動画が気になる方は、チャンネル登録お願いいたします。本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。今日の動画が良かったよという方は、グッドボタンをお願いいたします。インスタグラム、ツイッターもやっております。そちらのフォローもお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。